青山さん、青山さん、お、いらっしゃった。はいはい、あ、どうも、池田です。こんにちは。どうですか、山の暮らし、今日いい天気ですけど。そうだね、天気ね、今日は楽しくなくて最高です。いや、久々に来ちゃったので、ちょっとまたあれからだ。え、もう10年くらい経ちますね、来てからね。そうだね、だいぶまた様変わりしてるかなと思う、うん、なんかあれですね、顔にいい男のシワが増えましたね。やっぱりね、シワはしょうがないね、隠せないね。ちょっとあの昔話いろいろと聞かせてください。わかりました、よろしくお願いします。はい、久々に青山さんのご自宅来ましたけど、青山さん、ここに来てからもう何年になりますか？ここに来てもう15年ですね。ちょうど8月で15年、丸15年になります。え、そうすると何年？2008年。あ、それ以前に土地は買ってあったんですが、うんうん、で、まあ住民票を通したのが2008年で、で、まあ東京からこっちへ週末になると、あの住民になる前に来て、いやいや素晴らしいとこだなと思って、山桜が過ぎると今度は山ツツジが山一面に真っ赤に咲くんです。ですからそれも、あ、気に入ったし、どうのこうのって言ってもやっぱり自然が大切だなと思って痛感しています。そもそもその自然が大好きだとかいうのであれば、北海道でもいいし静岡でもいいし九州でもいいのに、どうして福島県の桂尾だったんですか？まあ静岡県の方に行ったり神奈川県行ったりだけども、やっぱりまあいろいろ見て回ったけども、広くていいところっていうのはここしかなかった。初めはキャンプ場でもやろうかと思ってね、あれしたんですけども、今はキャンプ場をともかくとして自分で楽しく暮らせればいいと思ってね、いるわけです。で、まあ実際じゃあ現場見に行ってみるかっつってここまで来たわけじゃないですか、うん、第一印象どうだったんですか？第一印象はね、まあ素朴な、ね、小さなとこでもあるような村だけども、やっぱり福島県っていうのはあの平地が少ないんですよね、うん、で、まあ山暮らしにはこっからだと浜の方太平洋側へ行くのに、まあ40分あれば太平洋まで行くわけです。海を見たいと思えばね。で、あとは山があって、ね、まあ県内のまあ近隣のね都市に行くにも近いし、なんか一番そういう考えると、ああ一番いいとこだななんてね。で、この山の上の方にね、平らなところを作っていただいて、それでそれから今度は自分でね、ぼちぼちじゃあ家を建てようかとなったのが、要するに2008年会社を辞めてねから来て、そこから基礎からやって、それで自分でねやれるとこまではやろう、まあ始めたんです。え、なんでまでまたそれセルフビルドっていうか自分で建てようと思ったんですか？一番安上がりだから。しっかりしてますね。今ちらっと出たその東京でのお仕事ってどんなお仕事なさってたんですか？東京日本橋にいて、ある商事会社の要するに会長のね秘書役みたいなことをやってたんです。それ以前は自分であの商売やってたもんで、うん、自営だったんですよ。まあ、どんな関係のお仕事なの？最初は洋菓子屋さんの販売店。でその後、まあ、それやりながらやっぱり喫茶店をやらないかっていう人がいて、じゃあやりましょうかってやったり、あとラーメン屋やんないかって言ってラーメン屋さんやったり、でそのうち今度運送業やる、まあ、いろんな話が舞い込んできてね、でそうやってや事業はやってましたけどね。それで知り合ったその商事会社の、ええええ、あの会長さんのお仕事を手伝うかみたいな、うん、秘書みたいなことやろうかっていう話、そうですね、でそれ知り合いから、うん、あの電話一本でねやるかいって話になって、じゃあやってみようと。
で、まあ、会ったらば、その会長とすごい馬があってね、で、辞める時には、辞めないでくれって言われたけども、あと5年ぐらいどうだなんてね、定年、61歳から65歳までどうだって言われたけども、いやこれから山暮らしっていうか、そういうとこに住むんですって言ったらね、お前仙人にでもなるのかいなんて言われたけども、仙人になるわけじゃないけれども、やっぱり自然の中でね、毎日私その当時は自由が丘に住んでたんだけど、やっぱり自由が丘でも、まあ、どこでも都市部っていうのは24時間眠らない街で、それで朝ね早く行ったって車は渋滞のね、そういうとこ、ここだと本当に村は信号1個しかないっていうような感じでね、快適なドライブができますでもそういうふうにその青山さんがこの山の土地を購入して、なんか訳の分かんないやつが東京方の方から来て山削って、なんか掘った手が建てて住み始めたけどっていう、そういう噂立ったんじゃないですか。そうだね、最初はまあこの近隣の方、まあ、近隣だって歩いていけないうちがねばっかりなんだけども、で、まあ、その方がうちに来たりは最初行ってね、こんにちはって言って、まあ挨拶回り、近隣、挨拶回りやっぱ行った、行きましたね。ほいで、まあ、区長さんやら何やらにこう挨拶しに行って、それで知り合いがどん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 増えてきてね、村内でね、こんにちはこんにちはってね、何やってるのって、いや何もしてないですよとはいかなく、たまたま役場の方でね、こういう仕事があるけども入らないかって、役場の方の仕事やったり、で、例えば役場の仕事ってどんな仕事やったんですか。あのね、地域振興課とかそういう部門で、その外回りの仕事だよね。で、まあ、そこでいろんなことを教えてもらったね。外回りの仕事って、外回り、要するに木が倒れてどうのこうのとか、夏だったら草刈りとか、そうですね、そこがね、掃除とかね、そういうの全部いろんな機械重機使ってやるんですが、そういうのをいろいろと教えてもらった。だからそれが今こう山に来てね、山林をまあ薪を作るのにどういうふうにチェーンソーを使うかとか、そういうのをいろんなことを教えてもらったらね、ああなるほどなるほどと思ってね。頭では分かってたけど、本読めば分かるけど、実際やるとなると違うから。いや全然違うね。それを桂尾村の人に教えてもらった、そうですね。それでまあよかったよね、こうやってやるんだよ、ああやってやるんだよ、草刈りはこうやってやるもんだよとか、ね、いろんなことを、まあ、その作業のことをね、工程を教えてもらってね、でもその時ってもう60超えて70くらいになって、東京から来てバリバリ商社やってたんだなって言うと、どうしても鼻高くなっちゃって、上から目線が多いじゃないですか。やっぱりね、上から目線っていうのは絶対に良くないことで、みんなの意見を聞きつつ、でそれを良い方向にね持っていき、自分のアイデアを生かし、で、まあ、それを総合してね、まあ、商売にしろ、まあ、何するにしてもね、やっていかなきゃいけない。私はその上下関係とか、この人はこうだから、ああだって身構えるとか、そういうのは大嫌いっていうかね、みんな平等なんね、世界みんな平等っていうのはやっぱりこう長い人生いろんなことをやってくると分かりますよね。じゃあそのカトラウに来て、でこれからも住み続ける。そうですね、はい、でもどうせっていうわけじゃないけど、住み続けるんだったら、あの桂尾村はこういう風になってほしいなみたい な、 なんかそういう希望ってあるんですか。なんかもうちょっと老人に優しくしろとか。そうだね、老人のユートピアを本当は作りたいけどねお年寄りのためのね、そうは簡単にはできるわけじゃないだろうけども、老人が、お年寄りが住んでね、いいとこだねーって、ここはねーってね、まあ、都市部から来てもね、いやー静かでいいところだわーって、ここに住みたいけどもね、まあいろんなことがあって住めない、まあ1週間に1回でもね来たいなっていう人がね、たくさん増えればいいなと思ってね、そういうことが考えてます。あと子供移住者とかね、
子どもの対策とか、要するにもっと前ぐらいによその年を見てもね、その年の真似してもいいし、こういうことをやってるんだ、ああいうこともあるんだってことをね、学んでね、研究して頑張ってね、いければなと思ってね、そういう具合に思ってます。なんかこう施策がねあればいいなと思ってね。でもう少しこの要するに、まあ、役割にしろそういうようないろんな本当の機関がねもっとスムーズにいってればね、で自分の意見も言いつつでこう進めるっていうのは、で自分の意見っていうのはみんなこう却下されるっていうのはね、そういう話も聞こえてくるもんでね、そうじゃなくてやっぱり底辺部の意見を聞きながらね物事を進めなきゃ前進まないっていうかね、そういう、まあ、たまたまこうやって今はね、あそこに行けば何かある、ここにあるっていうようなものをね、うん、だからいろんなものをね、施設を作るってわけじゃないけれども使いやすいようなものをねリメイクするようにしたりね、使いやすいように、まあいろんなことを考えればね、想像だけじゃなく紙の上だけじゃなくね、実際にやってみないと、やらないとやらないとことは進まないから、やってみるのがいいってかなと思ったりね、まあみんな意見をね、うん、聞きつつやっていくのがね村づくりっていうんじゃないですかね、と思います。オールタムロ.tp